皆さんこんにちは、エスプリの川村です。今日は完成しましたランクルプラド、こちらを紹介します。はい、ということでですね、前回紹介したランクルプラド、やっとですね、全体のパーツが完成しました。で、前で、ここで1回ね、ヒルガの広げて、はい、うん、見てもらったと思うんですけど、まあ、今回これですね、アンビルで、これがね、ちょっと初の試みで、PGD 君からもらったんだよね、これ確か。マットスモークの、なんていうのこれ。フィルムでいいと思うんですけど、ね。フィルムでいいのかな。なのか、カッティングシートなのか。ラッピングシートなのか。なんていうんだろうね、これ。ラッピングシートでいいのかな。まあ、ちょっとマットのスモークっていうのをちょっと初めてね、自分も見たというか、施工したのがなかったんで。ただこれあれなんだよね、トヨタマークが、結構消えちゃうんだよね。そうですね、若干、うん、そのトヨタマークの主張がなくなっちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、グリル、まあ、でもね、そうですね、マットブラックにグリル塗ってるんで、うん、そこと統一感が出るかなっていう感じですね。ちなみにこれはレーダーセーフティーは、はい、レーダークルーズの この後ろになかったっけ。そうですね、エンブレムの後ろですね。問題ないんだよね、フィルム貼ってるの。はい、実際自分の車も貼ってあるんですけど、うん、問題ないです。じゃあこれはもうクリアということで、はいはい、こちらはですね、ジャオスさんのフロントスキットバー、ね、はい、でここにね、ちゃんとジャオスさんのロゴが入ってて、ね、ロゴが入ってて、でこれがね、ブラックエディションの、はい、うん、ホグカバーですね。ホグカバー、別にこれ取り付けするのにバンパー脱着したんだよね。そうですね、裏側からなんとかやれないこともないんですけど、うん、まあいろんなことを考えて外して今回やってますね。これがつくことによってね、ここのね、デザイン構成がかっこよくなったと思うんだよね。開口部が広く見えますね。そうなんだね。で、フォグラップはそのまま共通でいいもんね。そうです、そうです、うん、で、あとやっぱこのマットブラックがこうなったことによって、純正本来のメッキがもうね、一切なくなって、すごい引き締まった感じがするんだけどね。はい、ということでグリルがですね、マットブラックで塗ってるんですけど、ここのね、ヘッドライトのラインまで全部マットブラックで塗りました。これによってね、だいぶ顔つきが引き締まったというか、いかつくなったというか、この黒の統一感がすごくいいなと思います、うん。この取り付けって簡単だった？そうですね、取り付けの仕方は純正の穴を利用するような形で、うんうん、すごい考えられてるんですけど、まあ、左右のその、なんですかね、微調整、はいはいはい、左右が同じような位置になるような微調整は、やっぱ時間をかけてちょっとやりましたけど、うん、これあれだね、フレームのところから来てるんだね。そうです、フレームにベースプレートが固定されている感じですね。で、ここでステイになって、でも すごいしっかりと固定されてるね、やっぱ。そうですね、やっぱさすがジャズさんですね、うんうん。ちなみにこの車のグレードは何になるんですかね。こちらは、うん、TX5 人乗り 2.7 のガソリンです。オプションとかついてるんですか。オプションルーフレールだね。あ、うん、サンローはつけなかったんで、本当つけた方がいいんだけど、コンプリートカーベースとして最初は安いモデルからちょっと作ってみてという考えだったんで、
まあ、実際 2.7 の TXL、まあ、ディーゼル 2.8 のディーゼルっていうチョイスもあるんだけど、どうなんだろう、売れてるのってガソリン車の方が売れてないかな。うん、わかんないです。どっちが売れてるんだろうね。結構でも、まあちょっとね、ベースはね、そういった、うん、まあ、あの普通の TX でやりました、うん、で内装は黒、はい、うん、でこれこのまま販売するんですよね。このまま販売する、うん、この状態でもコンプリートで販売するけども、うんうん、同じような仕様でも作れるんですか。例えばまあオプション違いとか、色の違いとか色の、ね、好みもあるよね、うん、そうですね、ボディカラー違いとか、うん、じゃあパールでこの仕様が欲しいよっていうのもできるんですか ね、うん、もちろんこれは新車コンプリートって言っても一回ねナンバー登録もううちでもあのエスプリートして登録してる車なんで、厳密に言うと新古車っていう言い方になっちゃうのかな、これを売るとなると。あ、うん、新車の登録済み未使用車っていう感じなんですかね。そう、うん、そうなんだよね。登録してまだあの実際外で走ってはないので、あの未使用車っていう形にはなって、まあ、これを参考にしてもらって、実際にはブロンズだったりホワイト、ね、パールホワイトだったりとかもあると思うんで、その辺はお客さんの好みであのご希望を聞いてご注文という形でもいいのかなと思ってるんだけど、実際これ新古車っていう扱いになるから価格もねちょっと普通よりは安く出せれたらいいかなと思ってるんだけど、